井上まあでございます。ミルク佐藤でございます。楽しそう。サッカーをもっと楽しく、ミルクサッカーアカデミー。さあ今回はこちらドンの J リーグ応援部振り返りということで、はい、月曜日ですからね。今回のテーマがですね、采配妙技。うん、ほう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 。こういうテーマでいきたいなと思うんですよ、まあ、なるほど。3カテゴリーの振り返り、はい、そうなんです、うん。まあ、今節ね、川崎神戸戦だけは日程変わったんで、9月末になったんでなかったんですけど、あと熊本かな、はい、あの試合なかったですが、それが全部行われて。そうですね、各所で。本当にまあいろんなゴールありましたよと。楽しんじゃったわけですね、先生ね。この中でね、今回この采配ってちょっと使わせていただいたんですが、はいはいはい、今回ちょっとなんか、いくつかのクラブだけ、このサムネイル画像、まあ、今日このままの画像でいきますけど、はいはいはい、いくつかのクラブだけ持ってきたんですが、うん、このちょっとほとんどのチームにね、該当する共通点が実はありまして、ほう、なんかね、はい、今節すごかったの、皆さん、まあさ、はい、監督の采配、バチ当たりが多かったんですよ。途中投入で入れた選手がゴール決めるっていうのがすごく多くて。うん、あー、なるほどね。あったね、あったね。いろいろしていきたいな。はい、なるほど。振り返っていきましょう、皆さんでね。そうなん、よろしくお願いします。うん、お耳だけで聞いていただければ、なんかしながら聞いていただければね。そうですね。はい、うん、まあ、ちょうど、まあ、昨日、まあ、日曜日ですね、うん。行われた試合からっていうのであれば、はい、ここでしょう、ガンバ仙台。ガンバ仙台。そうだね。仙台がね、3点取りました。そうなんです。ちなみに、まあ、そう、皆さん、なんと、はい、仙台、うん、5月の下旬以来の勝利です。うん、いや、そうなんだよね。約4ヶ月ぶり。いや、お待たせしましたって感じでしょうね、サポーターの下、ね、方からしたらね、お待たされしましたってことでしょうね。ねえ。この日もと、あれなんですよ、はい、夏の移籍市場で取った、富樫選手。はい。仙台に来て、やっと、まあ、ゴールを決めて、しかも2ゴールということで。滞空時間長尾ですね。長尾ですね。空で待ちようですね。待ちようでしたからね。叩きつけるヘディングはね、見事でしたね。で、最後の3点目は途中投入された西村拓真選手が決めた。さすが。ロシア帰り。うん、しかも、もうなんか一番その得点シーンも良かったんですけど、うん、なんか良かったなって思うのが、得点した、終わ、得点したよって後に、手倉森さんのところに真っ先に行って。ああ、なるほどね。うん。あ、これ以上ないっていうぐらい、男同士の熱い抱擁を交わしてた。ほら、それが先生が見て取れた。やっぱ先生なんかね、仙台で生まれてるから、うん。やっぱりね、そこの愛もあるからね。そうですね。ね、そこはあんまピンときてないの？そこじゃないの？はい、それはあんまり時間ないんですけど、正直。みんなね、そういう気持ちでサッカーって見てんだよ。ほぼいっぱい、すべての人が。いや、だと思うんだけど、僕もさ、15年ぐらい東京にいるから、あとサッカー好きになったらこっち来てからなんで、そこはしょうがない。嘘つけない人や。はい、ありがとうございます。つけないんだよ、どうしてもね。まあ、それがあったりだとか、あとどうしても同日で考えると、今節僕一番サッカーとして面白かったのは、やっぱり日曜日に行われた2試合なんですけど、J2 愛媛大宮と今治藤枝。なるほどね。これがすごかったね。見ましたよ。うん。33と43。本当だ。本当だ。これはすごかったです、ね。大宮ベンチがなんかね、こう、ファーって映った時に、こう、熱く盛り上がってんなっていう感じがありましたね、確かに、ね。ありましたね。ね、うん、下田軍団みたいなね。なってたね。あれ、北島さんいます？北島さんコーチでいます？いますね、います、ね。いますよね。大宮ね。うん。はい。ちょっと丸くなられて、北島さんじゃないかなって思いましたけどね。そうなんです。俺、サブローなのかな、コウスケなのかなって思っちゃって、秀明ですね。いや、活躍だった、柏でね、活躍してた。そうですよね。北島さん。はい。なるほど、なるほど。はい。いやー、ここもなんか点、もう取りつ取られつでしたけど、うん、すごかったのが、その3差になった後で、うん、お互い4点目取りに行こうとか、はい、途中交代バンバン異例の、はいはい、中盤かっ飛ばしの、むしろボール奪い合いのもトランジションで、お互いのゴール前、クロスだ、ヘッドだみたいなのが。なんか、激しくなってきた。ちょっと涼しくなってきて、激しく動けるようになってきたのかね、終盤に。ありますよね。そこで5人交代の激しさと、ね。人気取れたなってのが。あったのがね。ねえ。ああ、これ見返すべき試合ですね、先生、その2つは。でも、ダントツナンバーワンは愛媛大宮だと思う。なるほど。だって今治藤枝、ね。今治藤枝もすごかったね。これ大変だったのが、前半に橋本選手かな。おけがで、交代になっちゃって。そうなんですよね、今治ね。一人少ない状態から。
で、それで試合進めてて、お互い点取ってのね、うん、2対2とかなった、うん、なってたんですけど。かすめ取ってね、バチコンいったのもありました。そうなのよ、うん。そして原田選手がちょっとレッドカードになっちゃって、大変だ、どうすんだってところで、はい、まあ、3点目取って、うん、あと4点目ね、リャン・ヒョンジュン選手が相手のゴールキーパーにプレスかけて、ボールバットって、そう4点目取って、うん、じゃあどうなんだっていうところでね、藤枝ももう一人、本当はセンターバックの佐古選手投入してフォワードとして、パワープレイで行った結果、それで1点取りの、もう行っていけるんじゃないかなんてところもありのっていう。楽しそうですね。ですね、楽しそうですね。堪能しましたね、今のお部屋の中でね。今回はすごいやった。ありましたね。そうなのよ。まあちょっと一旦ここまで話したってところ。いや、やっぱこれ、藤枝一番怖い番触れたいのはあれでしょ、うん、采配の妙技といえばあのシーンでしょ、どこですか、京都でしょ、そうなん、京都ね、我がミロワゴファミリーの伊豆間ちゃんがね、やってくれました、嬉しかったな、後半24分に上映されてね、アディショナルタイム決勝弾っていうところで、かっこよかったな、その後歌歌先輩とね、こう抱擁し合う姿とかの、入ってきた時の面構えとか、もう性格を知ってるからね、我々2回インタビューしてるから、すごい、いやー嬉しい、もうなんとか J3MVP にもう一回選んでくれないですかね、嘘でも。厳しい。あ、でも、まぁ、ちょっと戻っちゃうけど、二度と聞けないのかな、もう、インタビューは。ミルワカ MVP、ミルワカ MVP、ミルワカファミリーで考えたら、今治も玉城俊吾選手が、そうなんですよね。そうなんですよ。三菱洋は。ね。そうなんだ。俊吾さん。頑張ってますね。拍手ありがたいですね。ミルワカファミリーが今日も活躍したって言ってますけど、活躍した人を MVP としてお呼びしただけですからね。ずるいやり方ですよね。ずるいです。でもしょうがない。そういうことですよね。関係ない。そうですね。あ、ちなみにこれでまさ皆さん、あの、イスマイラさん、なんと、気づけばもう3点決めました、ね、いや、京都ででしょ、いやなんか顔もいい顔になってる気がすんだよね。いや、ちょっとね。なんか引き締まった感じとかありますよね。そう。あと安心感がね、やっぱ同じ国の先輩、宇高先輩がいて、なんかね、そういう感じするよ。ね、うん。てか知ってます、マーさん。皆さんも。はい。この日の宇高さんのインタビュー、インタビューというか、あの、記者会見の方かな。そうでしょ、聞かして。何？実はイスマイラさん向きの話じゃないんですよ。ああ、何？すごいの。あの、まず、勝利おめでとうございますってインタビュアーさんから言われて直後に話したのが、まずはちょっと一言言いたいことがあるんです。相手琉球の阿部拓磨選手が PK を外した件について、うんうん、で、あれはあの彼のゴールから、彼の持ってる能力からすると、あれは本当に起こるはずがないことぐらいな、ただ彼はストライカーだからもっとこれからいいゴールを見せてくれると思うんだよねみたいな、そんなことが、一緒にもプレーした経験があるからってのもあると思うんですけど、なるほど、なんか人格者って思いながら、これよくあることなんだろうかね、そういうのって欧米でとかでは。何も聞かないっす、ナイジェリアの人だけど。なんか、徳、ね、徳高ですね。徳高ですね、確かに、ね。徳の高い男、宇高ですね。いい話だね、それ。いい話なんか出してくれたな、僕らのね、せっかつにはなかなか応用しられない話だね。あ、ちょっと待って、お会計の前に言っていきたいことがあります。まあ、袋の話は置いといて、入れる入れないわね。先日、あそこのライフね、スーパーで、商品落とすというね、事件がありましたけど、彼は普段そういうことをする女性ではない。私は気にしてない。さあ、ローソンの皆さん、袋に入れてください。ごめんなさいね、皆さんね。皆さんの貴重な人生の時間の何秒間はね、ごめんなさいね。応用するとしたらそのぐらいなんだよな。なかなかないんですね。ないんだよね。頑張った人にしか与えられないスーパーね、チャンスはね。そういうことですね。いやー、そんなイスマイルさんのゴールもあります。あとね、ちょっと戻るとなんですけど。はいはい。ちょっと名前だけ一回挙げさせてもらえればなんですけど。はいはいはい。あの、さっきのこの途中投入っていう意味ではなんか話なんですが、はいはい、まあ、ガンバ矢島選手、あと仙台の西村選手以外に、J1 では、大分の伊佐選手、浦和の大久保選手、札幌のドド選手、名古屋の、金崎ムー選手、で、J2 町田のドゥドゥ選手、京都の伊佐原選手、秋田の中村選手、J3 とかめちゃくちゃ多くて、はい、藤枝佐古選手、今治のリャンヒョンジュン選手、YSC の川辺選手、はい、鹿児島の秋山選手、盛岡の西田選手に、鳥取の杉井選手、長嶋選手、これだけ決めたんですよ、途中投入。先生、壊れちゃうかと思いました、今、コンピューターが。煙出ちゃうかと思いました、めちゃくちゃ多くない？あ、采配ね、バチ当たり。うん。あー、すごいね。こんなことだから、やっぱなんかね、監督それぞれなんかいろいろ思うこととかもあったんでしょうけれども、なんか満月かなんかか、いろんなことが影響してんのか、これは。そう、いろいろあるんでしょうね。だからやっぱ
ぱりね、こういうふうになんか、やっぱ当てたチームほど、やっぱ勝ってるなとか、勝ち点持ってったなとかっていうのがあるので、いや、本当はこのゲームをどう睨んだかっていうところが、ちょっと今節のなんか采配の妙というか、そうね。なかったのかな、なんていうふうにちょっと感じるところでもありましたと。はい。あの、ウィーリーグの方もいっぱい手入ってたしね、開幕節。そうよね。ねえ。なんだか。入ってましたね。みんなプレミアリーグ、マンチェスターユナイテッド見せたんじゃない昨日遅くまで。ロナウド。ロナウド見てテンション上がって。だって、ロナウドポーズしてた人もいたよ、今日 J2 で。あれは、いたな、一人誰かいたな。ね。甲府の浦上選手ですね。見てたねと思ったよね。試合なのに見てた、さすが見てない。ダイジェストかなんかでね、昼に見たんじゃないですかね。まあそうですよね。いやー。拍手盛り上がったね。すごいゴールとかが多かったっすよね。そう、あれだよ。エドアルドもそうだよね。あと、レオセアラ。レオセアラもミドル気味の、嘘みたいなね。エドアルドのあのトスのさ、フリーキックなんて、ゴール裏45度みたいなカメラでね、スローを見たら、はい、浮いてホップしてたように見ましたよ。なんか曲がりながら落ちながら最後上がってたよ。あれキーパー多分無理だと思うんですね、止めるの。そうね。うまくなってるよね。間違いなく。ええ。ねえ。栃木に行った時より上手くなってるよ。5年ぐらい前ね。ゴール裏からね、クリアした時、当時はドゥドゥっていう登録名だったんだけどね。もうクリアボールグンって曲がったの見て、僕は、はぁと思ったのがありますけど、あの時以来のね、曲がりを見せてましたよ。クリアボールって曲げる必要あるんだと思いましたけど、ね。ないもんね。クンって曲がったんです、その時も。あとね、決まってはないんですけど、藤枝の鈴木選手、ボランチのフリーキックも、えげつねえの一個あったので、皆さんちょっと見てみていただければ、ね。はい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 。ゴールに入ってないので、もしかしたらハイライトあるかちょっとわかんないんですけど、うん、ちょっといいのあったので見ていただけたら嬉しいな、って思ったりします、ね。レオセアラもやばかったね。やばかった、ね。ちょっと骨格と筋肉のちょっと仕組みがね、知りたいですね。あと、サネトウさんのオーバーヘッドね、2点目ね。ああ、そうね。うん、蹴り方でも昨日、ブルーノ・フェルナンデスの見ました？あ、見てミドルシュート。決めたんだ。はい、もうカスヤさんがどうやって蹴ったらこういう弾道になるのか、見たことないですって。本当ね、見たことない力学で飛んでるの。巻いてる、擦ってないのに巻いてんの。なんか。で、当てた時のスピードで飛んでんの。なんでしょうね、擦ってないの。この満月じゃない？そんなことが満月なんじゃない？起きてるね。だからレオセアラもエドワルドも見てたんじゃない？プレミアリーグ夜まで。プレミア。ええ。見てたからだってことじゃないよね。あと僕はね、やっぱり他にもいろんな、ね、先生、いや本当そうよ。あとこうどうしてもこう触れておきたいのがあとね、はい、土曜日のゲームで、はい、秋田ごめんなさい山形の。中原光選手。2点、まあ1点目のクロスも素晴らしかったんですけど。はい、新潟戦ね。そう。うん、2点目のやっぱカットインして、はいはいはい、ワンツーした上でのスルーパス出すっていう。うん、なんか一人で3ワークしたなってのが。ああ、本当だね。あれはちょっと忘れられないシーンだったなってのがありました、ね。シンディ大喜び。我々 ね、その直後に収録したってのはありました、ね。シンディの機嫌も良くなってよかったね、あれはね。確かに。ぜひね、皆さんの B リーグ開幕直前ってので我々動画撮らせて、いただいて出してますので、うん、そちらを見ていただけたら、ね、ありますね。いや、J リーグやっぱ面白いな。面白かったね。代表もプレミアもね、海外面白いけど J リーグは面白いな。やっぱちょっと違いますよね。うん、で、しかも、また優勝争い、昇格争い、あと残留争いがね、またさらに面白くなる。ぐんぐん来ますね。残りの当たり星目みたいなのも先生にね、動画でちょっと、詰めてほしいですね。10月頃にね、やりたいなと思いますけれども、うんうん、ありがとうございます。そうなんですよね。あと、そういえば、これちょっと忘れちゃいけなかったんでしょうか。表紙ではないんですけど、はいはい。福岡 3-0 で鹿島に勝つってのが。ホーム、鹿島ホームでですもんね。勝ったことがなかった。はい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 。ついに勝つっていうところで。で、しかも、ただだから、うん、ねこれ多分鹿島のだから戦術担当の方とかすごいだから今研究されてんだろうと思うけど、3点ほぼ一緒なんですよね、福岡の取り方が。方がね、そう。ってことは、何かしらそのピッチ上なのかな、うん、いろんなところで、ああ、こうやったらきっといけるなっていうのもね、審査レベルで思ってたってところがあるんでしょうから。なるほどね。ねえ。プラス、やっぱり無観客じゃない。やっぱいかにここまで鹿島のサポーターの圧っていうのがね、
聞いてたかっていうのもあるんじゃない？確かにね。実は無観客の間は鹿島一勝もしてないらしいって。本当？そう。だから観客、これだから琉球とかも多分ほぼそうなんだなと思いますけど、で松本とかも確かそうだった気がしますけど、お客さんがいれば勝つスタジアムっていうか、でお客さんいないとやっぱそこのだからホームのパワーって力学が結構強いんだろうなっていうのをそう感じました、ね。なるほどね。はいはいはい。まあサポーター有名な日部ですからね。そこは。そうなんですよ。いやいや、まあもちろんね、これはあと全部いろんなチーム話していきたいんですけど、そういえばマーさん、皆さん。何でしょうか。今日この子が終わって、いやーってことで言ってますけど、はい、もうね、また次、火曜日、水曜日にもう試合あるんですよ。J1。J2 と、ACL。あ、ACL がやってくるわけですな。そうなんです。はあ、はあ、ワンマッチ。いいじゃん。ワンマッチなの？はい。いやいやいや、ホームはダメじゃないの？決勝トーナメントでしょ？Not one match. え、変則的にワンマッチになったのこれ。ここワンマッチなんですよ。ラウンド 16? ラウン、まあそうですね。うん。ラウンド16。そこだけワンマッチなの。はい。で、そこからはホームアンダーウェイなの。ただ、めんどくせんすよ、ここからが。まず、この、まずラウンド16を、はい、それぞれ、例えば、これ、意味わかんないのがホームアンダーウェイじゃないですか。はいはいはい。中立地でもないんですよ。はい。名古屋は、テグと名古屋でやるんですよ。アウェイってことで。あ、ワンマッチなのに？ホームでやるんです、名古屋はね。ああ、はい。名古屋はテグとホームでやる。ワンマッチ。で、はい、セレッソはポハンスティーラーズと長井でやるんですよ、ホームね。あら、いいじゃない。川崎はウルサンと、韓国でやるんですよ。ウルサンでやるの。うん。アウェイ。これ何？くじ引きかなんかで決めてんの？一応その枠がすでにもう決まってたんですよ、ね。ああ。だどう勝ち上がるか次第でどうなるかって話があったんですけど。まあ、文句言えないやつか。そうなんですよ。で、これまたあれなのが、これか、まず勝つじゃん、うん、次またあるじゃん、うん、対戦って決まってないですよ、まだ。何ですよ、選抜高校野球みたいな方式は。抽選。チャンピオンズリーグも最近そんなのね。これ終わった後に、そう、くじ引きがあるんですよ。終わった後に。そうなんです。だから、どう勝ち上がったらどうなるのかってことがまだわかんない。なんか、それも含めてね、ちょっと楽しんじゃいましょうね。そうなんですね。先生も嬉しそうだしね、その、わからないことが最近はね、面白いですから。いや、面白い、ね。何があるかわかんないけど、面白いです。あと、プラス火曜日にはね、長崎、山形と、あと、山口、金沢って、この間、ちょ、天候のね、不順によって、できてなかったところの、ね、はい、演技試合がこう行われるってところがあるので、特に、長崎、山形っていうのは、うん、実は勝ち点、山形が勝ち点49で、長崎が勝ち点48で、いわゆるそれぞれ7位と8位、いわゆる昇格争いのところに今、ね、こう踏みとどまってるよってところだったりするんですね。なるほどね。そう、今2位と3位がね、もう勝ち点10離れてるっていうのはあるんですが、うん、まあ山形も長崎もここ1個勝てば、それこそ3位浮上とかの可能性も出てくるところもあったりするんで、ね、ビッグマッチだね。そうなんですよ。うん、まあ ACL とね、これ同時開催みたいなところになりますけれども、うん、まあこっちも楽しみだな。なるほどね。じゃあすぐ行われますね。楽しみ。見ていきたいですね。我がチームは後半ここが勝負ですとかね、そんなコメントもいただきたいと思います、うん、ぜひでございます。どこどこサポーなんですけど今こんな状態ですっていうのもね教えてください、うん、はい、こんな気持ちですみたいなね、たまにそういうマンデーライブとかでもありかもしれないですね。あ、そうですね、思えばね、なるほどなっていう思いもあるからね、はい、確かにね、うん。また今日皆さん21時からマンデーライブ、ちょっとね、まだ何やるかって、この収録時点で決めてませんけど、ね、はいはい、はい、はい。やりたいと思います、うん、コメント読み多めでやってみましょうかね。ちょっとね。あ、そうですね。その企画もちょっと考えましょう、これから、ね。はい、よろしくお願いします。はい、謝んなきゃいけないことがあってね、僕はカメラ見て、改めて思うんですけど、ちょっと胸ざっくり開いててごめんなさいね。ちょっと肌着っぽいの着ちゃって、家なんでね、ごめんなさい。ずっと恥ずかしいなと思ってたんですけど、ごめんなさい。まあ、ちっちゃいんで大丈夫。ごめんなさい。どうでもいい。ごめんなさい、皆さんの人生、ね。ありがとうございます、はい。ありがとうございました。ね、ということで、今週も G リーグ楽しんで参りましょう。井上真でした。ノーミルクサットでした。チャンネル登録よろしくね。ミルクサッカーアカデミー毎日やってるよ。じゃあねー。采配妙技でございました。